お前がマサトだな。鬼？なんで？また？お前から財産を奪ったやつじゃない。安心しろ。以前、お前とは連絡を取ったことがある。お前の協力が必要なんだ。ごめん。まだ恐怖心が拭えてないんだ。そう。貨物を運搬しているときに、流浪武士の一味に襲われたことについて聞きたいんだよね。こういったことは過去にも何度かあったんだけど、モラを渡せば見逃してくれてた。そうすれば少なくとも貨物を奪われずに済んだからね。でも今回は交渉の余地すらなかった。貨物を奪われた上に僕のことを始末しようとしてきたんだ。ひどい連中だな。ああ、僕はとっさに土下座して命だけは見逃してくれと言った。家族には年寄りと子供がいる。どうしても命だけは見逃してほしかったんだ。そして僕は連中の中に鬼族が一人いることに気づいた。最初はそいつに殴られるのかと思ったんだけど、彼は仲間を止めて僕を逃がそうとしてくれたんだ。ああ、確かに揉めているようだった。彼の仲間は僕を逃がせば復讐に来る恐れがあると思ったらしい。でもその鬼族の青年はやはり僕を傷つけてはいけないと主張した。そのせいで殴り合いに発展しそうにもなってたよ。幸い結局奴らは僕を逃がしてくれた。そしてやっとのことで安全な場所まで逃げてきたんだ。ああ、もう一歩もここを離れたくないよ。物を奪うだけで危害は加えない。まだ一線は越えてねえようだな。なぜそんなことをしているのか、そいつは言ってたか。どうせ金目当てだろ。他に何があるって言うんだ。具体的なことはよくわからないけど、ただ奴らはこう言ってた。物には価値があるが人の命はゴミだとか。ち、バカ野郎が。で、そいつらはそれからどこ行った。そこまではわからないけど、ただ今後もタタラスナで行動するとか。まさか奴らを追うつもりじゃないよな。やめた方がいい。相手は大人数だし武器も持ってる。問題ない。ただの雑魚だろ。それにそいつらには聞きたいことがたんまりあるしな。この二つの島で活動してるってんなら、ナズチの浜で待ってれば必ず遭遇するだろう。Bom, pessoal, estamos continuando a história do Ito. E a gente tem disponível aqui em Genshin Impact o seu personagem novo também, muito interessante até o momento. E vamos ali até o local pra continuar com a missão. ここは強盗どもの通り道になるはずだ。この辺で待ち伏せをしよう。おそらく現れるまでそう時間はかからないだろう。おう、戦いは避けられないと思うからしっかり準備をしておこうぜ。あ、来たぞ、奴らだ。間違いねえ。頭に角が生えてる奴が混じってる。行くぞ、全員と捕まえろ。Agora também é uma coisa interessante, porque estamos no mundo aberto, né? E diferente
de uma localização fechada onde a gente só testa o personagem lá mesmo, aqui a gente vai ter já alguns inimigos diferenciados, né? E isso pra nós é bem interessante, tá? Eu gostei pra caramba do jeitão do personagem, mano. Principalmente quando ele pega o porrete ali, ele dá umas pancadas também monstra, né? Eu curti ele pra caramba, é mais um personagem novo aqui pra Genshin Impact, tem toda uma história também por trás dele, bem legalzinha até o momento. Caramba, eu levantei o bicho, hein? Oi! Nigeru já, né? Ore sama wa aka oni no matsue arataki itto da! O mae no namae nan za mukashi kara shitteru. Ore tachi ao oni wa na 生まれた時に自分の使命を頭に叩き込まれるんだ。自己犠牲の運命を背負ってるってことをな。しかし赤鬼はどうだ。俺の名前が拓也であることも、俺たち一族の名前も、先祖の悲惨な過去も全く知らないし無関心だろう。なぜなら犠牲者は忘れられるもんだからな。そうだろう。そいつは違え。俺様はただ青鬼一族がまだ存在しているのを知らなかっただけだ。俺様はこのことを知ってすぐお前を探そうと決心した。お前がまだ赤鬼と青鬼の約束を覚えてるのなら、鬼族の誇りってもん忘れてねえはずだ。誇り高き青鬼がなぜ弱い者いじめ罪なき人から強盗するんだ。なぜずっと守ってきた約束を破るんだ。何がおかしい。お前ごときがこの俺に約束だの誇りだのを語る資格があるとでも思ってるのか。青鬼一族は全てを捨てた。お前ら赤鬼が人間社会で生きていくためにな。だが新たき一頭、人間社会を生きるお前は何を成し遂げた。ろくな仕事もせず、間抜けでいつも人々にバカにされる。メガリレーでは神の目さえ奪われた。鬼族の誇りには微塵も貢献してない。そう、お前は鬼族の恥さらしなんだよ。待て待て、それとこれとは関係ないだろう。お前、少しは俺様のメンツってもう考えてくれよ。そんなもんどうだっていい。好き勝手生きるお前を正そうとする者も、見張る者ももういない。お前は知らんだろうな。お前が人間社会でダラダラと生きてきた間、俺の一族がどんな生活をしてきたかを。俺たちは自ら世間との関わりを絶った。決まった居住地もなければ、安定した食料も確保できずにいた。衣類や薬も言うまでもない。誓いを守り抜いた意志と鬼族の誇り以外、俺たちにはもう何もなかった。だからといって強盗団に入るなんざ。ああ、気に食わないよな。でもそんな意味のないことを守り抜いたって、俺の一族とダチを生かすことなんざできない。もう誇りなんかにこだわるつもりは毛頭ないんだよ。そんなの生きることに比べりゃ何の価値もないって気づいたからな。人間から奪ったものは全部一族に分け与えた。これでみんなの病も飢えもしのげる。今の俺にとってこれこそが最も有意義なことなんだ。そうだぞ。それに青鬼は鬼族を人間の輪に入れるため犠牲
ことをしたら今までの犠牲が全部無駄になっちゃうぞ。そんなことを新たき一途のアホに聞け。青鬼は昔っから悪人だ。悪人が悪さをするのは当然のこと。赤鬼の評判には何の影響もないだろう。だがこいつは全ての責任を丸ごと放り投げ、そして赤鬼と人間の信頼関係を壊した。その行為が俺たちの犠牲を全て無駄にしたんだよ。それはお前らを止めるためだ。お前が天領奉行に捕まるのをミスミス見てるわけにもいかねえだろ。お前のなすべきことは何だ。その頭でしっかりと考えるんだな。青鬼はもういない。だったら赤鬼はその代わり生きろ。俺らのことなんかほっとけばいい。ここにいたぞ。早く奴らを捕まえろ。しまった、天領奉行が来たぞ。もういい、お前に言ったって無駄なことだった。俺の話が理解できなくともせめて反省しろ。行っちゃったぞ。どうしよう。オイラたちもとりあえず逃げるか。こんなところで捕まってたまるかよ。俺様に任せろ。木を見て逃げるぞ。天領奉行の連中には絶対に手を出すなよ。お前らまでお尋ね者にしたくねえからな。E aqui também a gente testa um pouco mais ainda do personagem sozinho, né? Porque nessa parte a gente não pode se envolver. Caramba, eu fiquei enroscado na pedra ali.Aí ele é dano gel também, né? Então tem que ver as combinações aí que dá pra tirar todo o potencial do personagem, né? Do grupo. Apesar que todos aí, os personagens do Genshin Impact são bons pra alguma finalidade, né? Mas...すげえ数だな。天領奉行は一体何人送ってきやがったんだ。俺様もまだ本調子じゃねえし、このままだとちょっとまずいな。やめろ、絶対にダメだ。まともに話したところで青鬼のやつがお尋ね者になる。まずは青鬼との話し合いが先だ。じゃあどうするんだ。このままだとイットが捕まっちゃうぞ。くっ、こうなったらやるしかねえか。親分、ここは俺たちに任せてくれ。鬼バーバから事情を聞いて助けに来たぜ。やり合っても勝ち目はない。でも時間稼ぎくらいなら俺たちにもできる。そのうちに早く逃げてくれ。おい、お前ら手出すなって言っただろ。そう時間は稼げないから早く行ってくれ。親分はやるべきことに専念するんだ。くそ、分かった。お前ら無事でいろよ。さっさと片付けて、この俺様が絶対に助けに行くからな。二人とも俺様についてこい。行くぞ。逃がすか。おい、おい、こっちだ。行かせねえよ。親分、ここは俺たちに任せてくれ。
荒竹屋の親分だっていうのに兄弟たちに助けられるとは恥ずかしい話だ。もう二度とあいつらを失望させはしねえ。この荒竹一党、生涯をかけて誓おう。さあ俺たちも足跡をたどって拓也を追うぞ。すごい感動的だったけど、荒竹派って思ったよりも人数が少ないんだな。しょうがねえだろ、流派を保つためにはモラが必要なんだからな。足跡が多くなってる。他にも仲間がいるってことか。少なくとも方向は合ってる。先に進めば新たな手がかりを手に入れられるかもしれん。壊れた荷車に貨物か。気ぃつけろ、何者かが待ち伏せしてる。Nessa parte a gente tem alguns inimigos pra enfrentar. Coisa simples também, nada demais. Estamos acostumados com esse tipo de inimigo faz tempo. Engraçado, o bicho fica em cima do... da pedra. さらわれた人も中に閉じ込められている可能性が高い。タクヤもこの中に逃げたんだよな。ん？どうした？ああ当然だ、俺様は別にバカじゃない。あんな考えを実現しようとするなんざ世界中を見渡してもタクヤの野郎しかいねえだろうな。俺様はあいつを助けに来たんだ。失敗は許されねえ。ん？何言ってるんだ？なぞなぞの時間なのか？先に進むぞ。E bom, temos uma nova ruína aqui pra gente completar da parte histórica do Itô. Kitto, a cuti de tênis da mora de catenandaro. Yoke hotu venena. Vamos enfrentando todos os inimigos pelo caminho.なんであんなところに階段があるんだよ。上がれないぞ。だってことで、ここに装置があるだろう。諦めなさい。綺麗にしませんと。本当に動いた。Temos mecanismos para ir ativando, caramba. Porra. Caí na trap, hein, velho. Olha. Tem uma abertura ali entre o piso, mano.Beleza, hein? A gente precisa ir ativando os mecanismos tudo. Desceu a escada, beleza. Caramba, mano, por essa eu não esperava. Caí que nem bosta. Tá, possivelmente ali a gente vai pra outra região.
Só tomar cuidado pra não cair de novo. E mais inimigos pra gente enfrentar. Claro que eu tô com um time só de gel aqui, né? Por opção minha mesmo. Seria bem mais tranquilo vir com uma outra composição. Com certeza, né? Mas é uma coisa que a gente vai fazer apenas uma vez, então... Não tem tanta diferença aqui em tentar vir try hard aqui e passar tudo muito rápido. Podia ter desativado o altar aqui também. Só esqueci, né? Mas beleza, acontece. だろうな。さてどう？全員助けるとすっか。Temos bastantes inimigos aqui, né? Mas nada muito difícil também de enfrentar. Coisa simples. Temos algumas pessoas presas, né? Então possivelmente a gente vai salvar elas agora. あの、うちの子を見かけてませんか？ずっと心配で。落ち着け。まだ大輔が捕まったかどうかわからないだろう。けど大輔は、あの子は。お前たち、大輔の両親なのか？大輔を見たの？あの子は今どこに？無事なのよね？安心しろ。大輔なら無事だ。おれ、地図を見ろ。今は八勝利島のここにいる。一人じゃないから安心してくれ。早く会いに行くといい。あいつもお前らのことを心配してる。あなたたちが大輔を助けてくれたの？何とお礼を言ったらいいか。本当にありがとうございます。ハハハハ、気にすんな。やるべきことをやったまでだ。男たるもの、他人を見捨てるわけにはいかんだろう。まったく、ちょっと褒めただけですぐ調子に乗る。それは奴らが強欲で、金のためなら何でもやる連中だからさ。誰も逆らうことはできない。逆らったら…あいつら、本当にここの人たちに手を出したのか？それが、してないんだ。鬼の角が生えた人がいてな。そいつが僕たちを守ってくれた。あ、そういえばこの人の角にそっくりだな。彼は夜になるとこっそり食料や水を持ってきてくれるの。彼が一体何を考えているのか私には理解できないわ。あなたは彼のお友達？それとも親族？まあ親族っちゃ親族だな。
彼は何か事情を抱えているのかしら。私には彼が悪い人のようには見えないの。むしろ一時の気の迷いで過ちを犯してしまった子供のように見えたわ。なんつうか、あいつは悩んでてな。俺様はその迷いを晴らしてやるつもりだ。そう言ってもらえて安心だわ。彼にあなたのような親族がいてよかった。安心しろ、俺様は期待を裏切らない。必ずあいつの目を覚ましてやる。ここはまだ安全じゃねえ。早く離れた方がいい。ええ、本当にありがとう。あなたは私たち家族にとって命の恩人だわ。過ちを犯した子供か。早く行こう。手遅れになる前にな。Possivelmente agora a gente vai pra parte final dessa ruína. Precisamos ativar o mecanismo. Ó, subiu mais ali. Aqui eu dei um leve corte ali porque eu fui dar uma volta. Dei um rolê aqui, mano. E era uma coisa simples ali, só pra gente virar a ponte e subir. Porque temos escadas pra ir pro andar de cima. E aí é só seguir em direção à parte final da ruína. Oi, Tsukemai! おそらくこの辺りだ。おとなしく捕まりやがれ。E a gente acaba chegando aqui na parte final da ruína. Vou ir desativando os altares para os inimigos irem perdendo um pouco de poder e resistência. De resto, é só eliminar todo mundo e derrotar o chefe ali também para continuar com a história. ここは俺のアジトだぞ。一ついいことを教えてやる。俺は昔ある貴重な札を手に入れてな。この札の面白いところはそのうちの一枚を破るともう一枚も破れるってところだ。くだらねえ話に耳を貸すつもりはねえ。たかが札だ。それで何ができるってんだ。こっちに来るな。話を最後まで聞きやがれ。もう一枚の札がどんな効果をもたらすか気にならないか。もう一枚はな、ある装置を起動させる重要な部分に貼られてる。それが破れると無数の爆薬が起爆するって寸法だ。ここを全部吹き飛ばす気か。もちろん俺は脱出するための通路を用意してる。貴様らはこの砦と共に地中深くに埋もれるがいい。じゃあな、身の程知らずの愚か者ども。あれ、どういうことだ。札、俺の札は。どうした、まさかこれを探してるのか。その札、いつの間に。変な真似をされたら困るからな、あらかじめ奪っておいた。何の真似だ。貴様、俺を裏切る気か。
裏切る？なら、ここの全員を生き埋めにするつもりだったお前こそ、裏切り者だと言えないか。チェイ、その札を返せ！能書きをたらるのは終わったが、終わったんなら、少し黙っててもらうぜ。よくやった、タクヤ。お前がいてくれて助かったぜ。下がれ。は？下がれと言ってるんだ。さもないと、この札を破る。おいおいおい、わかった。とりあえず落ち着け。お前、一体何がしたいんだよ。この男の起爆は阻止したが、俺自身がそうしないとは一言も言っていない。生き埋めにされたくなければ、ここにいる全員を連れて今すぐここを離れろ。そんなことお前にはできねえだろ。もしお前がそんなに残忍なやつだったら、なぜ今まで会ってきた人間をかばうようなことをした。お前と話し合うつもりはない。さあ、さっさと行け。この件は最初から最後まで俺一人が犠牲になればよかっただけなんだ。どうしてお前はそう首を突っ込む。犠牲になっていいやつなんて誰一人としていねえ。じゃあどうしろって言うんだ。俺は鬼族の誇りに泥を塗り、先祖との約束を破った。俺自身の誇りは犠牲になることでしかもう取り繕うことができない。一族が十分な物資を得るために俺はこの道を選んだ。花から生き残るつもりなんざないんだよ。これは全て青鬼一族の問題だ。もしお前が、お前さえいなければ完璧な結末を迎えられたというのに。ここにいたぞ。今度こそ逃がすな。しまった、もう逃げ道がないぞ。おい天領奉行、来やがれ。俺を捕まえろ。この一件は全て俺の仕業だ。新たき一途とは関係がない。お前らは人間の罪人を捕まえる専門家だろう。ならば誰が罪を犯したか一目でわかるはずだ。まさかあいつ昔話と同じやり方を。赤鬼のために自分を犠牲にするつもりなんじゃ。うるせえ。そいつの話なんかに耳を貸すな。お前らは俺様を捕まえに来たんだろ。俺様を捕まえずに戻って上にどう説明する。お前、バカな真似はよせ。おい、タクヤ、お前、自分を犠牲にしたら全てが丸く収まるとでも思ってるのか。お前の犠牲は俺様だけでなく、お前の大切な一族さえも守れねえ。そいつらを生きながらさせることなんざできねえんだよ。犠牲になるってことは、ただお前だけが現実から逃げて、お前だけが解放されることなんだ。よく聞け。鬼族の男ってもんはな、そんな甘ったれたけじめのつけ方なんかしねえ。お前の犠牲で鬼族の誇りを汚す気か。青鬼は厳しい生活を送ってきた。ならばそいつらに新しい生活を与えてやろうじゃないか。だが犯した過ちはしっかりと償え。現実は俺らをひどくもてあそんだ。だったら俺らはその現実をぶっ壊してやろうじゃねえか。全てが片付くまでおとなしく俺様の横にいろ。もう自己犠牲なんざ考えるな。まだ俺らは終わりじゃねえだろ、タクヤ。
ここは俺様に任せろ。まだ大勢の人質が残ってる。そいつらを助けに行く。でも見くびんじゃねえ。お前ら逃げろ。さあ早く。ほっといてくれ。お前は逃げろ。これは俺が受けるべき罰だ。だってそこで待ってろ。そのしけた面はよ、大丈夫だって言っただろ。お前らの豆にさえ当たってなければな、今頃もっとかっこよく決まってたっつのに。どうしてだ、どうして俺のためにそこまでする。俺は罪人だ。助ける必要などないのに。俺たちは鬼族同士だからな。同じ血が流れてる。俺らの父ちゃん母ちゃん、じいちゃんもばあちゃんも家族を見捨てるなんてことは教えなかったぜ。むしろもっと早く俺様のところに来いってんだ。俺様の存在を知ってたんなら最初から相談しに来い。俺様は決して断らん。青鬼は赤鬼に迷惑をかけないために消えたんだ。俺がお前を頼れば、青鬼が過去に行った努力を全て否定することになるだろう。それは違うぜ。俺様は確かに自己犠牲を選んだ青鬼を尊敬してる。そして彼らの努力は決して無駄じゃなかった。青鬼がいたからこそ鬼族は今まで生き残れた。そして人間と共に暮らせる時代を作れたのも青鬼たちのおかげだ。俺様の全ては青鬼の恩恵を受けてると言える。今の稲妻はお前の角の色が違うからといって悪人扱いなんざしないと思うぜ。だがお前だって苦労してるんじゃ。それは俺様自身の選択だ。俺らの約束をまだ覚えてるか。人間にこびるんじゃなく自ら人間の尊重を勝ち取る。俺んとこの荒竹屋の野郎どもはみんなあんまり他人に好かれてない。アキラはいびきがうるさいし、ゲンタは気性が荒い、守は色の染みが悪いしね。鬼バーバも俺様を引き取ったせいで鬼バーバって呼ばれるようになった。みんな差別を受けバカにされたことがある。だがそんなことはもう気にしちゃいねえ。俺様そして荒滝派が守り抜こうとしてる誇りってもんは不幸な経験をした人たちを受け入れ理解することだ。じゃあ俺は安心しろ。荒滝派は変わりもんばっかだ。お前一人増えたところで何の問題もない。カイラギとさらわれた人はこちらで対応した。お前らもそろそろ話を切り上げてもらおうか。
タクヤ、調査の結果、強盗罪と人さらいの罪でお前を連行する。おとなしくお縄についてもらおう。お前が今回の悪事で得たもの、つまり一族に与えた食料や物資は全て押収する。それだけはやめてくれ。あれがないとあいつらは。大丈夫だ、タグヤ。あれはもともと俺らのものじゃなかった。だが心配はいらん。お前の一族は俺様が面倒を見てやる。青鬼どもの状況を知った以上、もう苦しい生活を送らせはしねえ。何をカッコつけてるんだ。お前は公務執行妨害だ。よって同じく連行する。おっとそれを忘れてたぜ。どうが問題ねえ。荒竹派の兄弟たちに青鬼一族を任せ彼らも全員捕まえた。天領奉行の仕事を邪魔したんだから当たり前だよな。ならばお前らに任せるしかねえな。青鬼の剣を鬼婆婆に伝えてくれ。また鬼婆婆の手を焼かせることになっちまうが、感謝すんぜ。最後まで助かった。シャバに出てきたらまた改めて礼をさせてもらうぜ。お前らもだぞ。こいつらは全員過ちを犯した。手を貸したとなると連帯責任を負ってしまう。だがお前らは特殊な身分でもあるし、かなり複雑な事件だから今回は不問としよう。え、悪かったな。待て、まさかお前すごいやつだったのか。そうだよな。やはりこの俺様の方がすごい。じゃあな、またいつか会おう。Bom, e pra gente ir encerrando a missão, temos uma localização marcada, que é voltar na vovó. Sonna koto o suru to wa itto rashii no. Itto nii-chan wa yappari tsukamatchatta no? Tsukamatta kedo kanashimu hitsuyou wa nai wa. Kitto mata aeru kara.無茶なことをしたかもしれないけど、私たちの力になったのは確かよ。うん、母ちゃんの言う通りだ。イット兄ちゃんは僕を助けてくれたすごい人なんだ。だからといってイットの真似をしてはいかんぞ。イットは他人に迷惑をかけておる。すごい人ってって言葉はあやつには似合わん。一等言葉で表すのなら、お前らがいつも遊んでる鬼カブトムシじゃろうな。いかつい顔じゃが心は優しい。悪事を好まぬが戦いを恐れない。よくわからないけど、きっと褒め言葉なんだよね。またイット兄ちゃんと虫相撲で遊びたいな。おばあさん、子供の面倒を見てくれてありがとう。それと
新滝一斗と彼の友人が早く釈放されることを願ってるよ。ああ、安心せえ。天領奉行のお偉いさんたちが白黒はっきりさせてくれるはずじゃ。それでは、僕たちはそろそろ帰るとしよう。また今度遊びに来ます。最後は円満に終わることができた。不幸中の幸いじゃったの。青鬼一族の件は私に任せてほしい。老体にできることは少ないが、他人の面倒を見ることだけは得意じゃ。何か手伝おうか？ほっほっほ、一人で大丈夫じゃ。お前さんたちは冒険を続けるんじゃろ。イットが釈放されたら手伝ってくれるはずじゃろうしな。そうじゃ、それがイットの一番可愛らしいところじゃと、そう思わんか。思いついたことを誠実に、揺らぐことなく勇猛果敢にやり遂げる。私があやつを引き取った時、周りからは変わり者だと揶揄され、鬼バーバと呼ばれるようになった。じゃが私はこの名前を不快に思ったことはない。むしろ誇りに思っておる。なぜなら、イットはあたしの自慢じゃからの。昔々あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると、青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが青鬼の行方は分かりません。彼を探すため高い山を越え、大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび、彼はわざと隠れているのだと分かりました。赤鬼は青鬼を真似て荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい、隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸にただ遠くから眺めているだけ。すると突如赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よう、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の最高のダチよ。E com isso a gente acaba finalizando a história do novo personagem de Genshin Impact. E bom, por enquanto é isso aí de conteúdo que a gente tem disponível. Se sair mais alguma coisa, eu vou trazendo vídeo aqui pra vocês, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima!